皆様こんにちは。株式会社プラス A の太田です。弊社はインターネット上で Facebook ページの制作から SNS の集客までお手伝いしている会社です。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。本日は昨日大阪にて参加してきたソーシャルマーケティングセミナーの中で聞いた競争マーケティングについてリテラシーいたします。共に作ると書く競争マーケティングとは、消費者と企画段階から接点を作り、商品やサービスを開発して販売するという手法です。 AKB48 の立ち位置を決める総選挙などもこの手法だと思われます。共に作ったという意識が当事者間の強いファンを作っていくことができます。この競争は今とても注目のキーワードだと思います。プラス A のリテラシーでも最近時たま登場するクラウドファンディングも競争という点でヒットしたシステムだと思います。ネット時代を迎えてクローズになることなくソーシャルコミュニケーションが広がっていることを感じます。プラス A も一役買えるよう頑張っていきますので、活動を見ていただけると嬉しいです。詳しくはプラス A の Facebook ページにてお伝えしております。ぜひ遊びに来てください。